さて、カッティングの方はいかがでしたでしょうか。やっぱりですね、こうクリーンというか、ギターのこうシャキーンとした音で、このカッティングが決まりますとですね、すごくこうかっこいいかなと思いますので、ぜひとも、曲の中で、こういうカッティングを決めてみてください。ということで、今回はこの辺で。